Alright guys, we are back with some more Trails. Kai no Kiseki. Beat the Grim Guardian once and for all. Found out! Vlad Epstein is, direct disciple is Novartis. Shockingly. Now we're here to go fucking back to the place we were supposed to go before. And meet up with Kincaid, Rune, and Gramhart. Oh yeah, we saw the Grandmaster. The final final memory that we saw involving Agnes's mom. And I have a bad feeling something bad is gonna happen, since she also made her decision to go ahead. Man, this is frustrating. We're close to the end of the game and I'm terrified to know what's next. I think once I figure this out, it's all gonna be what comes afterwards. Damn it! You're not even gonna give me full bars here? Alright, fuck it. I'm gonna save here. Alright. Let's move on, shall we?兄さん、どうしてあんな。おばあちゃんのことだって気にはなるけど、宇宙計画の真実についても到底捨て置くわけにはいきませんね。この先を君たちが知ること、それはすごく意味があることだと思うよ。はい、たとえお兄ちゃんが待ち受けていようと。そうね、きっと。 アニエスのためにもなるはずよ。ま、独断専行は全部片付いた後で所長がきっちりしめてやれ。そうだな。まずは保護者と話をつけてからだ。ここから先はもう引き返せまい。万全の準備を整えて進むぞ。おっと、区切りみたいだ。 They're exactly right. There's no turning back after this point. So let's do this, shall we? ...12:46 PM, 14 minutes left. アークライド解決事務所の諸君。しかし剣の乙女に白金の牽制、元子猫に元獅子殿まで揃うとは。ハーキュリーズやミラベルたちを突破し、ここまでたどり着いたのも当然か。 お招きに預かり参上しましたよ。うちのバイト助手の事情も含めて。大統領、あんたのご大層な計画の全てをさらけ出してもらう Meanwhile, Rin and Kevin are at the final ends. いえ、全ゼムリアの視聴者の皆さんも、どうかこの歴史的偉業をぜひともその目で見届けてください。あれ、お兄ちゃんも。Agnes and why are they at Trion Tower? Wait. それにドミニクさんも。 Wait a second. I remember LaToya was talking to an Aurora. There's an Aurora up at Trion Tower. こんなタイミングでタワーに？第一、今日は閉鎖されてるはずじゃ。できれば夢には展望台で打ち明けたかったんだが。ねえママ、おじさんも。そうね。せっかくだから声をかけてみんなで見ましょうか。
待ってくれ。せっかくの打ち上げを見逃しちゃうぞ。だから急がないと。アニエスちゃんの誕生日なんだから。最終シークエンスを開始します。プロメテウス4全機能オールグリーン。第1から第8までの全サブハッチおよびアンサラーをスタンバイしました。了解した。エミリア・ハーリング少佐、カウントダウン前まで通信を切る。女神の加護。女神の加護、共和国に栄光。そしてゼムリアには希望を。行ってくるわね、パパ。みんなも。Amelia's going up. だからパパは。But... まあいい。行ってきなさい、エミリー。ここでゼク宇宙軍基地からほど近い温泉郷ロンライからの映像です。ご覧の通り、この歴史的偉業を一目見ようと訪れた方々が。 This is where Reen makes his move. 歴史的偉業か。 And Kevin makes his move. 本当にそうであればどれだけ気が楽だったことやら。人が宇宙にたどり着くのが大陸史上初なのは間違いない。ですがそれが霞んでしまうほどの決定的な事情があるんですね。そんな連中まで借り出して備えちまうくらいにはな。ご挨拶だね。まあ無理もあるまい。アレクサンドリン・ヴィオラ？ What are they doing here? I know we didn't kill them, butThey're here. どういうことよ。どちらもオラシオンで生き延びたとはいえ、当局に捕らわれたはずだが。Yeah, they survived. Because I allowed them to survive. なんてことはない。大統領府と MK の間で、私たちの処遇をめぐって取引したのさ。その結果、私らは MK 預かりとなった。So that's what they were doing after Kuro 1. Fucking MK and the fucking government were in on it. 生き恥と思わぬでもなかったが、こちらに一切の拒否権は認められなくてな。すべてはレーバテイン計画の成功率を 0.03% を上げる。そういうことかよ。実質終身刑に近いような懲役を帳消しにしてですか。そこまで、そこまでするの、お兄ちゃんたちは。 You would literally bring them back when they were like Armada members. 戦士の物差しで測るな、フェリード。この回転の時、しかるべき駒を安全保障上の理由で揃えたに過ぎ。 Nowジェラール・ダンテスおよびメルキオルよりマシと判断しての特例だ。ちなみに双方とも反逆逃亡時のための保険と合わせて運用してもらっている。遠隔起爆できる首輪型の自爆装置。そんなものまで開発しているんですか。 This is like blackmail technology. ま、そのくらい仕方ないんじゃない。どちらも必要なさそうな目はしてるけど。ふん、買いかぶってくれるな。こちとら拒否権もないんでね。黙ってるから存分に話したらどうだい。 Damn, so they're forced to do this. 納得したわけじゃねえが。確かに他に優先すべき話題はあるわね。レーバテイン計画とやら改めて教えてもらいましょうか、大統領閣下。無論だ。そのために呼んだのだからな。8つのゲネシスによる時間の猶予もある。疑問があれば一通りは答えよう。まず、私は大層な人間ではない。かのシーナ・ディルクやエプスタイン博士、そしてラトーやハミルトン博士、私の妻ソフィーや母リリアに比べると取るに足りない軍人上がりの政治家だ。それでも
知り得た者の使命として共和国民のみならずゼムリア人として夫として息子として何よりも一人の父親として世界を閉じ込める時のゆりかごをこのまま放置することはできなかった。世界を閉じ込める時のゆりかごやはり。 But that's for it's basically defined the teachings. ここ数日水面下で起きていたレムナントおよび異因小船の存在、あれらはゆりかごが破壊される可能性に反応して現れた揺らぎと思っていい。いわば過去と未来からの揺れ戻し。まあ計画そのものに干渉はできないだろうが。何を言ってやがる。アンカービルに現れた使徒、あのメルキオルが言ってたという。このゼムリアはある意味において守られている By a reality alteration. 滅びというエントロピーから、大崩壊のようなカタストロフィーから、それを可能にしてきたセキュリティ、いやセーフティーが存在するのさ。封じられた空よりも、消えてしまった幻よりも、炎と大地から錬成された鋼よりも、絶対的なセーフティーという意味で。だが、それを良しとしなかった者がいる。この国の大統領、ロイ・グラムハートさ。彼の計画は正直、よくできてるらしいよ。結社の王様もお手並み拝見みたいだからね。やれやれ、テロリスト以上の外道に評価されるというのも複雑だが、あれから3年か、時の経つのは早い。レーバテイン計画は3年前の大統領選でグラムハート閣下が当選した直後からスタートした。 So this started when he got elected, huh?That was planted as well. その主目的を一言で言うと、ゼムリア世界の未来を閉ざす存在の破壊だ。オリシも帝国によるヨルムンガント戦役開始の1ヶ月前、ハーリング空軍大将および CID の極秘メンバーにのみ打診されたその計画は、 Before Yarmungand? Really? 当初半信半疑以下に受け止められていたが、大戦の裏側で密かに準備と調査が進められた。 During CS4's time, no? そして理科大学によって巧妙に偽装された宇宙空間の真実に、 MK 方面の機密情報、教会や結社、それ以外の情報からも閣下の仮説についての裏付けが進んでいく。その仮説とは、偽りの宇宙空間に女神の司法の一つが存在すること。その司法はゼムリアという世界を封鎖し、そこに住む人々の思考誘導も行っていること。そして何らかの基準で世界の評価を行い、1200年周期の巻き戻しを実行すること。 Rewind 1200 years? What? What? Why?ざけんな。一体どういう根拠で。 But why would you want to rewind 1200 years? でも教会にしても結社にしても、それ以外もそれが起きる前提で。ええ、教会の終わりに結社の永劫回帰、そして剣仙が言ってた回転だったかしら。真偽はともかく、どれも同じことを指しているのは間違いなさそうだね。ってあなた、イカルガとして協力してたならそのあたりも聞いてたんじゃないの。 I'm getting lag, let me refresh. 言っただろ、私たちも計画の一部しか知らされていないってね。イカルガはイカルガで回転の伝承があって、それへの対処として契約を結んだだけだよ。そこが
核心についてご存知の君たちとの違いなんじゃないかな。さすがだな。いい加減、デバガメはやめたらどうだい？ Thorndike's here, the one in the beginning of the game. やれやれ、そこはオブザーバーと言ってほしいところだが。ソンダイク GM。 お疲れ様だ、トワイニング SC。 気にせず出向業務を続けて構わない。さて、補足させてもらうと、確かに MK は以前から把握、推測していた。時の手法によって引き起こされる時空間の巻き戻し、グランドリセットを。種を明かすと、危機管理 AI ももともとはそれを阻止するべく生み出されたものでね。だがリベール、クロスベル、エレボニア、そしてバベル事件などを経て、その可能性は加速度的に上昇していった。なお帝国とのヨルムンガンド戦役では、その可能性は一時的に下がったようでね。いや、Got fire, you got fucking fire, you got mirage, you got the earth, you got... my god. 鋼によるゼムリアの支配と人の霊族。皮肉にもそのことがグランドリセットと呼ばれる巻き戻しをする判断の猶予につながったらしい。So this is their superior time. They want to reset everything within the 1200 year cycle.ちなみに教会と結社がその可能性に独自に動いていたのは、先ほど指摘された通りだが、ある意味彼ら以上に備え具体的に行動していた面々が存在する。ゲネシスを作り動力文明を生み出したクロード・エプスタイン博士、彼の弟子でゲネシスの優れた代用品を作り上げたラトーヤ・ハミルトン博士、そして初代グリムキャッツであるドミニク女子にリリア・エプスタイン改めリリア・クローデル。 They're all involved. 閣下の亡き奥方であるソフィーさんにアニエス・グラムハート嬢もそうなるのかな。補足説明ありがとう。だがもう十分だ。これは失礼、少々出しゃばりすぎたようです。教会にしても結社にしても、エプスタイン博士やハミルトン博士にしても、それらの備えはあらゆる意味での割り切りを含んでいることが分かっている。だがそれはゼムリア大陸を主導するカルバード共和国の大統領としては相容れない。私はそう結論し、計画を進め、今まさにそれを完了しつつあるというわけだ。失礼ながら、当然それは何らかのリスクをはらんでいるのでは？当然だ。それを否定するつもりはない。目標は現在、共和国のはるか上空の宇宙空間で、起動前の休眠状態となっている。No wonder you sent out a few days ago. 破壊にあたり、防衛機構の反応は予想されるが、エミリア少佐の機体と能力なら十分に対処可能だ。そして地上への攻撃についても、各飛行艦隊と空挺機構師団で対応できるだろう。なお、共和国以外に被害が及んだ時を考え、各国政府にはすでに極秘の打診を行っている。現時点での MK 社の危機管理 AI によれば、共和国そして全人類側の勝率は7対2。 your odds were 7 to 2. I would never take those odds, not gonna lie. These are Fire Emblem odds. 計画の成功率7割、失敗率2割、残る1割は判断不能という数値になるな。いや、不甲斐ない限りだよ。1割も不確定要素を残してしまうとは。それこそあのメアの協力が得られれば、
もう少し正確な数値が出せそうなんだが。あんたにそういう風にあいつのことを語ってほしくねえよ。それにしても傲慢な話ですね。ある程度の賞賛はあるとはいえ、全人類の命運をかけるような大博打、それを一国家の大統領が独断で決めるというのはどうなのでしょうか。どの道猶予は残されていないのだよ。座視すれば1209年の8月下旬には確実にリセットが起きるようだからね。ちょうど太陽と月と七王星の豪のタイミングでもあるようだ。クルガの伝承にもあったが、ハミルトン門下でも伝わっているとか。そっか、受け継いだあの歌にあった。僕やエレネヤンニーも出された宿題、グランマはそれを見越して。どうしてあんたがそんなことを知っているのか。多分アニエスのおふくろさんやばあさんあたりが関係してるんだな。ああ、その通りだ。彼女たちはエプスタイン博士の意思を受け継ぎつつある役目を果たした。その思いはあまりに尊かったが、とても認められるものではなかった。それが私がアニエスを首都に呼び戻し軟禁していた理由だ。まあ、そちらの遺産の力を一時的に貸してもらう目的もあったが。Fucking Genesis。 本来の使い方ではないようだが、 AI 判定の精度を高めてくれるようでな。お嬢さんに無茶させないという意味では、お前たちにとっても好都合なんじゃないか。ふん。ルネ、確かに首都の便利屋風情にはあまりにデカすぎる話みたいだ。だがそれでも3つ言えることがある。一つ、そのゲネシスは俺たちがアニエスと必死こいて集めてようやく揃えたもんだ。 Yeah, that's the whole purpose of Curl 1 and 2, to get the Genesis. その意味で、あんたらが勝手に使うのは筋が通らねえ。取り戻させてもらうぜ。 Yoink, let's take it back then. そうです。あのガーデンマスターと同じじゃないですか。いかに大義名分があろうと、確かにちょっとばかりいただけねえな。二つ、ハミルトン博士や結社、教会あたりもあんたの計画をまずは見届けるようだが、さっき聞いた説明の真偽を確かめもせず、ただ見過ごすってのは流儀じゃねえ。俺自身の役ネタも関係してそうだし、納得できるまで嗅ぎ取らせてもらうぜ。僕も博士の考えとは別に真実を確かめさせてもらいます。 But the problem is she's working with the mass. I don't know if we can like trust the doctor after this. ギルドとしても同じです。あらゆる人々の未来に関わるのならば。そして三つ、何より夢坊とあいつの誕生日会の約束をしたからな。こいつは絶対だ。万が一が起きて依頼を果たせなくなっちまったら困る。その 4SPG のためにも、あんたの計画少しばかり延期してもらうぜ。 I will decide the fate of the entire world by delaying those plans. 何？有人宇宙飛行なんて未知の領域、トラブルで延期なんて普通にありそうだろ。機を逃す代わりに協力者も増える、そう考えることもできるのではないか。そうそう、支持率高止まりしてるならそのくらい愛嬌ってもんでしょう。やはり君は、いや君たち、スプリガンは興味深いな。この独断専行を何らかのオルタナティブで煮詰めたくはあったが。Is it launch time? 発射6分前となります。6 minutes! This is the slowest countdown right now. 最終フェーズをこのまま開始します。緊急事態以外の停止命令があれば、カウントダウンゼロまでにお願いします。やれやれ。なんだか大変なことになってるみたいね。お互い仕事をしましょう。なんなら、
こちらは延期でも構わないから。余計なことを言うんじゃない。だがこの機を逃すリスクも犯せない。キンケイド君、カシム主任たちも頼む。イエス、ミスタープレジデント。ファッケンダース。最終契約を果たさせていただきます。 We got four people. Oh god, Kincaid. Fucking scene. Alexandra Viola, that's four. カムシン、 This is gonna be hot. いきなり全開で来られますか。しかも本人だけじゃないみたいね。相変わらずイカスイブキじゃないか。ニードルガン代わりのブラスターもなかなか高性能だしね。反則地味ては言おうが、この人数差だ。ご容赦願おう。久々の戦場、存分にたぎらせてもらうぞ。させるかよ。お兄ちゃんも含めて乗り越えさせてもらいます。お前たち二人との対決はあの秋の体育祭以来だったか。ええ、あと一歩総合点で及ばなかったけど、今度は届かせてもらうぜ。ルネ、ついでに乗らせてもらおうかな。その先を見通すためにもね。受けて立とう、滅びの牽制。それでは迎撃任務を開始する。 Let's do this。And we don't not get the first turn. 全力で行くよ。流れを変えるぞ。高まれ。崩せるか、ダイヤモンドガード。やれやれ。何の因果とは思うが、せめて果たさせてもらおうかね。我らのような下道に見込まれた人類存亡を占う局面での役目をな。かかってくるがいい。さあ、行くよ、新規ガイツ。行くよ、ゾックだよ。 Why is Rune the weakest here? Okay, not really. Okay, it's Alexandra and Viola are the weakest. ガンガン行くぞ。 But at least the good thing is you're weak to Suzuna, and Suzuna has this.Fuck that! Your buffs are gone! She's insane, guys! I'm bringing the Grendel, fuck this. やるじゃないか。ハンマカの時を思い出すよ。みんな、ついてきて。グローレザナス。負けないよ、お兄ちゃん。私自身の炎にかけて。同僚として心苦しくはありますが、今は裏解決屋として前例をもって迎撃しよう。無論牽制も含めてな。ありがたい。今度こそ本気のあなたを見せてもらうよ。そんなもんかい。守れ、クリスタルシェル。ありがとうね。悪いよね。ガンガン行くぞ。バックアップします。お願いします。敵戦力想定よりやや上。カムシンへの支援を継続する。誰だとする、レイド。
お返しよ。これが最終防衛戦。来るがいい。スプリオン、お前たちの筋を通してみせろ。できるものならな。言われるまでもね。行くぞ。 Three turns, baby. Fuck it. バルバトス、レイオン。I forgot he has an S-craft. Oh, three turns too. 終わりだ。お返しよ。Fuck. Fucking all cancel. 諦める。終わりだ。Fuck you, Rune. 好きにはさせん。ディザスターレイン。お返しよ。借りは返すぜ。行くぜ。メア。せっかくアルマータから解放されたのに、どうしてこんなことを。MK のやり口はともかく、大博打に絡めるのは悪くないからね。厄介な連中を改めて叩きのめしてあげるわ。世界を一網打尽よ。一網打尽よ。そんなもんかい。一網打尽よ。Shut up, Mayor. Here we go. S break Kasim. Kaminaru waga hono tokuto dashimai. Owari da. Saifu obu Slayer. Jesus Christ. What? Oh. Almost died there. お前たちの力はその程度か。スプリガン S break 2。余裕ぶってんじゃねえ。このまま突き崩してやるぜ。仕上げだよ。メフィストブラスター。好きやり、好きにさせないわ。任せたわよ。かまれミラージュガード。ありがとう。ありがとう。すまないね。かかってくるがいい。ソル、お願い。少しは義理を果たせたかね。Oh, hell nah. It's not gonna be that big of a threat. Vortex Breaker! お返しよ。加勢するぜ。このまま攻めるわよ。ゾックだよ。遠からぬ者は音に聞け。つくよくな我が立場虚にして実。そこだ真偽霊月必殺。何崩れた。 Hell no。 やるな。悪くはない。だが残滓の一人は脇に置いたようだな。どうしてそれを。うん、今はアニエスさんのために。良い気当たりだ。さらなる研鑽を積んだと見える。バックアップします。このまま攻めるわよ。まとえ。I'm gonna hurt Kincaid. Fuck this guy.
おまけだ。おまけだよ。エレイン。油断禁物よ。And this theme is awesome. It's from the trailer. To be honest, and I like it, not gonna lie. Is he still alive? Thank God they have no orders, but Jesus. クリスタルシェル、ありがとう。あれがすまないね。いい調子だ。お願い。来た。パテルモテル。ダブルバスター。キャノン。よろしく。任せて。追撃よ。気合いも上回られた。だが。こっちのものね。Oh, you're done, bro. You're done.You may be the last one standing, but I'm the last one getting the last hit on you. Oh?さあ、畳みかけるぞ。ありがとう。ありがとう。すまないね。エンドサイズ。マイチラ。鬼神楽。続いて。おまけだよ。おまけだ。おまけだよ。エレイン。いい調子だ。任せたよ。行くわよ。とどめ。ここよ。引き受けた。わかる。手伝うよ。エイをするよ。まとえ。Man, they can't do anything. We wiped out their front line, and we stunned.おまけだよ。 Even gave her the best courts to offer. 加勢するぜ。 頼んだぜ。 さあ、行くよ。 新規外出。 行くよ。 おまけだ。 えい。守れ、クリスタルシェル。ありがとう。ありがとう。剣に誓いを。さあ、立ち向かいましょう。ゾック発動。Oh, you're gonna really use Zock, huh? セット。シャーカード。ストライク。バルバトス、レイオン。 He chose the wrong side, Kasim. こちらの手番だ。 Oh, how fitting that I could just do this. もらった。加勢するぜ、頼んだぜ。 Finish her off, him off, Kasim. 始めるとしようか。スクヨクは我がたちは虚にして実。そこだ。真理。霊月必殺。うん、
夫人もここまで。見事だ。Didn't stand a chance towards Shizuna. また新しい景色が見えたね。まだまだ成長中なの。新たな境地だね。やるな。だが、まだこれからだ。あ？さっきよりさらに。すごいね。まだ先があったのか。でも届けます。私たち全員でなら。ああ、こうなりゃとことんやってやろうじゃねえか。お前もお前だ、ルネ・キンケイド。常に策を巡らせ、あらゆる事態に備えてたショーアル会長がなんで言われるまま従ってやがる。そしてあんたもだ、ロイ・グラムハート。今日この日を発射日にした理由、アニエスの誕生日ってのも関係あるんだろう。Didn't even realize it. 多分あんたはただの親バカだ。計画ってのも娘を第一に考えてだろうが、だったらなんであいつにそう言わない。たった二人の家族同士、どうして腹を割って話さないんだ。 Hit him right in the head there. 私は、 You weren't being a good parent for Agnes. まだ遅くありません。あなた方は十分話し合えるはずです。それにルネ、私もバンに同感よ。私たちのよく知っているあなたはそんな殊勝な性格じゃないでしょ。ふん、随分な言われようだな。だがお前たちが俺の何を知っている。あ、Nothing. カウントダウン開始します。 No! バン、 This is where Reen and Kevin fail in their routes。もはや才は投げられた。これよりレーバテイン計画最終フェーズを開始する。But what's gonna happen to Agnes in a... in Latoya Hamilton? What is that gonna happen? Damn it, the two other routes are failing too! Late. Now every route has witnessed the launch. It's all in Amelia's hands now, but...